よいしょ。はい、こんにちは、島です。先日から撮っている VTR のマフラーの動画なんですけども、ま、直感になってます。というのも、森脇のマフラーつけてたんですけど、あれを分解してちょっとオグラスールをね、めちゃくちゃ巻こうかなと思ってサンダーで切ったんですけども、ただの筒じゃなくて、なんかいろいろとバラバラになってしまって、結局もう使えなくなったので、パイプだけ外しまして、もうあとはゴミになってしまいました。はい、ということでこれ買いました。めっちゃかっこいいやつ、アクラポビッチの、まあ、パチモンなんですけど、一応チタンっぽい色なんですけど、これステンレスですね。ステンレスの方はね、もう硬いんで転倒した時にでも、まあ、壊れにくいかなと思って、まあ、安いし、はい、これつけてみようかなと思います。サイズがあるんですよね。ここが 50.8、 はい、まあ、よくあるやつ。それに、まあ、ちゃんとつけてやってみたいと思います。ちなみにここのマウントは森脇のやつを使い回してます。ここにちょっと取り付けることができませんでした。このなんかちょっと安いようなインナーサイレンサー、こういうところちょっと作りが非常に荒い。これちょっと外してやってみましょう。です。これやばい。めちゃくちゃ安いのでね、これ仕方ないんですけど、めちゃくちゃ爆音ですね、これ。やばい。ちょっとさっきの、うわ、割れた。うわ、大丈夫か。うわ、割れた。うわ。インナーサイレンサーをつけたんですけど、やばい。ここ、割れちゃいました。インナーサイレンサーで、お、いいと思ったんですけどね、結局爆音なのは変わらず。もっと冷静になることです。そんなこともあろうかと、そんなこともあろうかと、こいつを買っております。まあ、爆音なのはもう想定範囲内ですね。これを、ここの中に、パイルダーオンっていうか、この中に入れ込みます。これでどうなるかな？インナーサイレンサーに、ここに、インナーサイレンサー2を入れ込んでます。これでちょっと静かになってもらわないと本当に練習できないんで、お願いします。静かになってください。前の森脇ぐらいには戻ってくれたかな。それ交換した意味あるんかな。はい、音量測定ちょっとやってみますね。最大79、81、
見えない、見えないですね。ちょっと音量測定をやってみます。80デシベル。80デシベル、そんなわけないですよね。わけあるか、お前ワイドが変わらない。変わらんぐらい、わー言うたぐらい。ここで聞いたらな、そんなうるさないか。うるさい、まあまあ、まあまあ、カラーパーすることもまあないやろ。うん、まあまあそんなもんじゃわな。